はい、おはようございます。今日は7月24日、朝ですね。寝起きです。体重を見てみましょうか。あ、だいぶ落ちちゃったな。63.9。ちょっと一日で落ちすぎなんで、これは水分がだいぶ抜けちゃってんですね。ちょっと朝、ちょっと水分補給しましょう。それじゃあ、失礼します。先ほど筋トレが、終わったんで、今日は休みですから時間があるんで、回復走を、やっていきたいと思います。昨日モンバントゥ登りましたからね。足もだいぶ疲れてますんで、今日は回復走で、明日まだ余裕があったら公共道トレーニングやっていきたいと思います。そんなんでね、足バンバン使ったら意味がないんで、ゆっくりと足をほぐしていくような感じで走っていきたいと思います。そうだ、体重がね、64キロ、1日で1キロ減っちゃったんだけど、ちょっとね、理由はあんまり分かんない。しっかりとね、意外と食べてるはずなんだよなっていうか、ズイフトの設定も64キロに変えとこうかね。これか、64個とも、正確には64キロいってないんだけど、水分取っても取ってもいかないんですよね、64以上。その前になんかもう出てっちゃうんで、水分が。これは回復走兼脂肪燃焼を目的とした、ライドになります。ゆっくりと40分ぐらいかけてロンドンループを一周回れればいいなって思います。
まあ、途中途中激坂っぽいのが出てきちゃうんで、そこをいかに足使わないでクリアするかですね。いやもう筋トレやったばっかりなんで、腕がプル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 する。いやほんとズイフトっていうのは健康的なゲームですよね。こんな健康的なゲームが世の中あったかな。多分リーヒットなんて相手にならないですよ。ね、この人気せずバンバンギア下げて軽いギアで上り上げに持ってこう。当たり前なんですけど心拍が死ぬほど低いですね。明日の朝の体重が一番気になるところですね。こんだけ一日でガクって下がっちゃうと、まあ、水分って分かってるんだけれども、じゃあ今日筋トレで出てた汗なんだって話になっちゃう。この回復走が終わったら、まあ、今一度体重を測ってみて、どのぐらい落ちてるか。こういう登りは素直にダンシングで、柔らかいダンシングで回復走です上げないようにやっていきましょう。まあ、体重が下がるたびにゲーム内のパワーウェイトレシオが増えていくっていうのは楽しいですね。まあ、体重を減らした最大のご褒美ですよね。他ないでしょ、こんなゲーム。
体重減らすと速くなる、強くなるっていうゲームね。MMORPG でそんなゲームがあったら、日本のゲームはみんなガリガリになって栄養失調になっちゃうから。何言ってんだろう。いや実は今自分は自転車をねサボってた最大の原因もこれかもわかんないけど、さすがにそれは言い過ぎか、関係ないからな。今ね違うゲームにハマってて、ハマっててというか、それ楽しんでるって感じですかね。オンラインゲームなんですけれども、コンカラーズブレードっていうゲームですね。そこでもライドボディっていうキャラでちゃんとやってます。楽しいですよ、戦争のゲームでね。イメージで言うとあれ、アニメのキングダムみたいな感じ。自分が武将になって兵団を率いて戦争するっていう、それをもうプレイヤー同士で、各々武将で、ぶつかってるっていうような感じですかね。最大ね15人対15人の攻城戦の戦いが楽しめます。ズイフと言いながら違うゲームの解説をするっていうね、新しい。楽しいゲームです。アニメのキングダム好きな人だったらスーッと入っていけるんじゃないかなって思いますけどね。一人のキャラにつき一回に出せる兵の数が、大体30人ぐらいなのかな。で、30人が、15人いると、350。なんで、450対450みたいな戦いなんですかね。でまた武将も全部入れたら1000人で戦うようなゲームですね。で自分の兵団もいくつか持てるんで、1回2回全滅しても、他の兵団を呼んでまた戦い直すことはできます。詳しくはホームページ見るか、それをメインで配信している YouTuber の方とかもいらっしゃるんで、そちら見ていただければ僕の言ってる意味がわかるかなと思います。僕は基本はあっちは趣味というかね、息抜きですか、
メインはあくまでやっぱり、ロードバイクだと思いますんで、まあ今はもうロードバイクっていうかズイフトみたいな感じになっちゃった。あ、飛ばしすぎですねこれはね。やめましょう、回復そうですから。まあ、しっかりと足に負荷乗っけちゃうところでしたね。危なかった。そうそう、もう理想は150ワット前後で走るのが理想ですよね。でもこのちょっと 8% 区間は今日はいかないかな。あ、そうでもないか。低経電池で綺麗に回していけばそんな苦でもないですね。 8% じゃないや、 7% か。まあいいや。弱めたいんですけどね、これ以上軽電数を補足するとさすがにシッティングじゃきついかなって。 8% 区間ですねここね。いや、さすがに断信して、ゆっくり断信すればいいか。足にも大きい負担がかかんないですね、これだったら。長い区間じゃないんで、あー楽。まあこんな本当インナー使えばいいんだけど、できるだけインナーは使いたくないんですよね。昨日のモンバンプもインナー使おうって思ったんだけれど もう結局アウターで、登りきっちゃいましたね。アウターからインナーにチェーンを落とすときはこう素早くギアが変わるからいいんですけど、インナーからアウターが実はあんまり好きじゃなくて、ちょっと時間かかるでしょ。あのね、ラグが嫌いなんですよ。だからもう基本的にはズイフトやるときは、アウター一本縛りが一番好きですね。
ただやっぱりあんだけ長い登りだったらインナー使った方がいいんですよ。うん、軽減数70、80をずっと、まあ、維持できるようなギアの選択、まあ、そこら辺が多分上り一番走りやすいですから、ね、60前後で走るとなると膝に負担がねどうしてもかかっちゃうんで、まあ、よくはないですよね。じゃあ今のこのこれは何なんだって話なんですけど、これまあそもそも遅く走ってるんで、60の軽減ストラクは何だろうが、ストラクも何ともないですね。これは楽です。あ、そもそも回復層ですからね、どこにダメージが入ったり残ったりなんていうものは、ないようには走ります。ただ途中2箇所激坂区間があるんで、ここだけはどうしよっかなーって感じですね。まあその区間も短いんで、もうダンシングでバカパって登ってごまかして終わらせましょうか。下手に軽いギアで軽い出力で走ろうとしても、その区間やたら時間かかっちゃうんで、そのぐらいね失速しちゃうんですよ、スピードがね。それだったらもうある程度の出力出してでも素早く登っちゃった方が、あ、結果的に足は楽っていうね、そういう登りってあるでしょ実際の登りでも、そういう類です。いや楽だな。僕の心拍数を見てもらえれば、僕が今どのぐらい楽をして走ってるかっていうのはよく分かってもらえると思います。最大心拍数、195の男が今122で走ってるってことはめちゃ楽ですね。あ、今198か、俺この間更新したんだよね。この間でもないけど、更新した動画は、確か配信してあると思います。今日のボックスヒルの最高タイムが7分52秒。もう俺の体重が58キロだったら狙えますね、 KOM が。まあ今は無理なんですけども、14キロじゃちょっと投げない。
まあ、今ダイエットに取り組んでますけど、まあ、ダイエットね初めてじゃないんで、実際に一番最初のダイエットで24キロ減量っていうのに成功させてますから、そんなにね、重くは考えてないですよね。24キロで減らして、なんか4、5キロまた増えたんだけど、そのダイエット成功してから。で、ずっと本格的にやりだしてから、またそこから、まあ、その時はね、ダイエットしてるっていう感覚はなかったんですけど、まあ、ちょっとハマっちゃって、結局そっから何キロぐらいですか？16、8キロぐらい減ったのかな、そこからね、ずっとやりだしてから。割とあっという間でしたね、8キロ減らすの。多分もう B クラスで走り出した頃には58キロ体が固定してたと思いますから、あの時は別にダイエットって感じじゃなかった。10ヶ月かそこら辺かけて8キロ削り出たって感じですかね。あ、ここですね。激高区間。ここは、まあ、容赦なく。まあ、辛くもなく、楽でもなくって感じで、まあ、さっさと登っちゃった方がまあいいですよ。ここで力抜くと本当スピード5キロとか6キロまで下がっちゃうんで、そうすると2倍3倍時間かかっちゃいますから、ここ登りきるのに。まあ、そんなんで足使うぐらいだったら、ちょっとパワー出して、まあ、さっさと登っちゃった方が、お利口さんですよね。で、最後、ゴール手前2キロぐらいかな。あの、地下鉄の階段を登るっていう。もう恐ろしい登りが一箇所だけあるんで、まあ、そこも、まあ、さっきみたいな感じで、230-240W 出してでも、もうさっさと登っちゃった方が、まあ、結果的に足のダメージは少ないんじゃないかな。回復そうですからね、ダメージも何も。下りなんで、まあ、しばらくは
楽な感じでいきましょうか。走り出して30分経ちましたね。ちょうどいい具合ですね。ちょっと40分はかかんなかったけれども、まあゴールしたらもう素直に終わりにしましょう。はい、そうですか。ここを右に曲がって、ちょっとした段差があるんで、そこを登ってから左に曲がると、地下鉄の階段ですね。階段ダッシュの場所がありますので、まあ、そこだけは致し方ないですね。まあ、しっかり登るほかないんで、しっかり登っていきましょう。勢いが大事なんですよね、ここはね。登るとスピードがもう本当に3キロとかになっちゃうんで、だったらもう、ちょっと出力出してでもバラッて終わらせた方が、まあ、比較的に楽ですから。消費カロリーは、まあ、残念なぐらい少ないですけどね。本当にね、今34分ぐらいで、消費カロリーが257キロですね。まあ、さすがにウォーキングよりは全然いいですけどね。まあ、軽いジョギングしてるぐらいな、そんなカロリー消費。
そうですね。よいしょ。はい、ぴったんこ270キロカロリーぐらいかな、消費できました。もう回復そうなんで足を回復させるのが主な目的ですけれども、同時にこれほとんど糖質使わずに走ってますから270キロカロリー分脂肪が削れたっつってもこれは過言じゃないですね。結構イメージ的には大きいです。ジフト上だと259キロカロリーなんだ。ガーミン上だと270キロカロリー、まあ同じぐらいでしょ。タイトルは今日の日付、24日フリー走行なんでフリー、僕のだいたい名前の付け方ってほとんど決まってます。それじゃあ以上でお疲れ様でした。またね、バイバーイ。